外で肉を焼いて食べる。以前は当たり前のようにできていたことが、昨今の状況ではやりづらくなってしまった。夏といえば河原で気の置けない仲間と一緒にバーベキューを楽しんだりということもするのだろうが、今年の夏はそうもいかない。ちなみに私は陰キャなので、以前よりそのようなことはしたことがなく、半ば都市伝説のように伝聞やネットに流れる写真でしか見たことがないのだが、そういうものがあるらしいのだ。そんなバーベキューをするという状況も本当に少なくなってしまった昨今だが、外で肉を食べたい欲望は陰キャにも陽キャにも等しく存在する。ということで今回は家の屋上で一人バーベキューを楽しんでガス抜きをしていくとしよう。まずは飲み物の準備。ボウルに氷を入れて水を入れる。そこに入れるのは一人バーベキューの相方、夏の味の金麦。バーベキューといったらやっぱりこの冷やし方だよね。氷が太陽に輝いてキラキラとしている。もうすぐにでも飲みたくなる気持ちをぐっと抑え、バーベキューの準備をしていこう。それではまず野菜の下ごしらえと行きたいところだが、今回は下ごしらえはほとんどなし。椎茸だけ軸を切って、というか面倒なので指でちぎって、これで準備完了。今回は準備は手軽に、焼いていく時間を存分に楽しんでいこう。そしてお次はお肉の準備。今回は牛タンを丸ごと使っていく。こちらの牛タンを袋から出して、ドリップをキッチンペーパーで拭いたら準備完了。さてさて、実際に焼いていくとしよう。まずは炉端焼き器を準備して、点火、そしてお肉と野菜を置いていこう。まずは牛タン、そしてピーマン、ナスの夏野菜タッグ、そして椎茸と丸ごと玉ねぎも時間がかかりそうなので先に置いておこう。そしてオリーブオイルを準備して、ピーマン、ナス、玉ねぎには火が入りやすいように全体的にハケで塗る。おお、壮観だな。野菜とお肉が密状態である。人の密が避けられる情勢ではあるが、食材の密は大歓迎。こんなにもたくさんのうまいもんが食えるとなると、なんだかにやけてしまうな。そしてお待ちかねの氷水で冷やしていた金麦。おお、外で見ると神々しいな。それでは暑い夏の日に乾杯。乾いた体に染み渡る。これぞ夏。僕の夏が今始まった。今回は季節によって味を変えている夏の味の金麦。どうやら人は季節ごとに美味しく感じる味が違うらしい。言われてみれば、同じアウトドア飯でも夏はお肉でがっつりしたものが食べたくなるし、寒い冬にあったかいお鍋、アヒージョが人気のメニューだ。季節で味を変えている夏の味の金麦は、一年を通して食事を変えて楽しめる外飲みの強い味方にもなりそうだ。そして炉端焼きに目を移すと、ピーマンがそろそろ良さそう。いい感じに焼き目がついてうまそうだ。こちらをまずは何もかけずにいただきます。お、あさ、お、ジューシー。苦味はほとんどなく、ピーマンの甘みを感じる。そしてそこに夏の味の金麦。おお、これはうまい。ピーマンの旨味を引き立ててくれる。そしてお次はこちらのナス。これも柔らかくなってきていい食べ頃だ。こちらも塩コショウをちょんちょんとつけてかぶりつきます。おお、熱い。あ、ナスの熱々の汁が外側の皮が破れたことで溢れ出してくる。ジューシーすぎる。こりゃたまらん。ナスが好きな人は絶対にやってほしい食べ方。
皮がちょい固めなので苦手な方は切って中だけ食べてもとろっとろでうまい。そして肉の面倒も忘れずに。おお、綺麗に育ってるな。今回は丸ごととかなり分厚いので時間をかけてゆっくりと火を通していく。そして椎茸、こちらは醤油をかけて。うまいな。そして噛みしめると椎茸のうまみ汁が溢れ出してくる。たまらん。椎茸から溢れ出してくる濃厚な旨みと夏の味の金麦の爽快感。いやいいね。そして炉端焼き器の上が少し空いてきたので、こちらも夏野菜の代表トウモロコシを置く。トウモロコシは皮も剥かずにそのまま焼く。こうすることで皮の中でトウモロコシが蒸し焼きにされるのだ。家で焼く際は弱火の魚焼きグリルの中にそのままぶち込んでしまっても大丈夫なので、ぜひ試してほしい。ここで再びトロトロジューシーピーマンをいただき、金麦を煽る。やっぱり夏野菜の濃厚な味と爽やかな夏の味の金麦は最高の組み合わせだ。たまらず2本目に突入。氷水で冷やすとなんだか冷蔵庫で冷やしたものよりうまい気がするな。そしてここで玉ねぎに手をつける。今回の玉ねぎはみずみずしい新玉ねぎ。外側の皮を剥くとつるんとみずみずしい宝石のような玉ねぎが姿を現す。例によって塩コショウをかけていただく。おお、かぶりついた瞬間玉ねぎのとろりとした甘みが口の中に広がる。今まで玉ねぎは切って焼いて食べてきたけど、丸焼きにすることによって水分が閉じ込められ蒸し焼きになってとろとろジューシーな玉ねぎをいただける。強い甘みの玉ねぎと夏の味の金麦、爽やかな味わいで素材の味が引き立てられてうまいな。そしてお待ちかね、牛タン丸ごと焼き。おお、全面に綺麗に焼き目がついていていい感じ。これは絶対うまい。それでは切っていこう。よいしょ。おお、びっくりするほどスッと包丁が入る。断面は中がほんのりピンク色で最高の焼き上がり。おお、すごい肉汁が滴ってる。シンプルに塩コショウをかけて。おお、これ何度見ても美しいですね。でかぶりつくと、うん、歯ですっと噛み切れる。最高にうめえ。外側が香ばしく中がジューシー、最高だ。牛タンの旨味が閉じ込められて噛み締めるたびに溢れる肉汁がたまらん。そしてせっかくなので牛タンブロックにそのままかぶりつく。おお、これやばい。口の中が牛タンの旨味で支配される。そしてこんなに分厚いのにスッと噛み切れる。これは最高だ。こんな贅沢一人バーベキューでしかできないよな。まさに贅沢の極み。そして炉端焼き器に目を落とすと、トウモロコシも皮が焦げてきてそろそろ良さそう。皮を剥くと、すごい。おお、
すごい、目が覚めるような黄金色のトウモロコシが現れた。そして今回はそれだけじゃない。こちらを夏祭りの屋台のトウモロコシよろしくバター醤油焼きにしていただいていこう。醤油とみりんを1対1で入れてハケでトウモロコシに塗っていく。焼き目がついてきたらバターを直接塗りたくる。するとトウモロコシの熱でバターが溶けて絡みつく。この状態で少し加熱して完成。夏を感じるべくかぶりつく。うまいな、これぞ夏。トウモロコシの甘みと醤油の香ばしさ、そしてバターのコクと三位一体となり最高だ。やばい、これちょっと止まんないぞ。そして一時小休止。爽やかな味わいの夏の味の金麦とももちろん相性抜群。その後も無心にかぶりつき夏を駆け抜けていく。これぞ夏。僕は夏に生きているのだ。肉に野菜に夏の旬の食材と金麦、最高だったな。期間限定の夏の味の金麦はお近くのスーパーコンビニなどで販売されていると思うので、ぜひ試してみてください。それでは。